2013年10月から始まったミライズプロジェクト、こちらが最新のモデルハウスとなります。本日はこちらをご紹介させていただきます。外水栓も標準仕様、洗車やお庭の水やりも楽々です。こちらはインターホンです。上にはメールボックス、下には宅配ボックスがあります。お出かけ中に荷物が届いてもこれなら安心ですね。カースペースはコンクリート打ちになっています。これだけの広さがあれば2台余裕を持って止められますね。それでは早速中に入っていきましょう。こちらが玄関です。シューズボックスはこちらのサイズが標準仕様、上にも下にもたくさん物が入りますね。こちらは可動棚となっております。こちらの物件の特徴は土間収納がとても広いことです。ベビーカーを置いたり、お子様の三輪車を置いたり、アウトドア用品を置いたり、たくさんの使い道がありますね。こちらにあるボタンからも玄関のドアを開け閉めすることができます。インターホンからの映像はもちろんカラーです。こちらは録画をすることもできるので安心ですね。こちらは姿見です。実はこの中収納になっているんです。鍵を閉まったり、ワンちゃんの散歩用のリールを閉まったりするのに最適ですね。こちらが洗面所です。左手に洗濯機置き場があり、右側にはタオルをしまえるような棚がついています。こちらの洗面台は上部の鏡を三面鏡として使用することもできます。下の部分も鏡となっておりますので、お子様の目線でもしっかり鏡を使うことができます。鏡の中には収納やコンセントがついております。こちらが洗濯機置き場です。続いては浴室です。浴室乾燥機がついているので雨の日のお洗濯も安心ですね。シャワーの高さは自由に好きなところで止めることができます。スポンジをかけるフックがついているのも嬉しいポイントの一つですね。お風呂の床は冷たくなりづらいものを使っております。次はお手洗いです。お手洗いには必ず窓をつけています。収納がついているのも便利ですね。それでは早速お部屋に入っていきましょう。こちらはキッチンです。ヤマハのトクラスという商品を使用しております。水道は蛇口が伸びるので洗い物やシンクの掃除も楽々にできます。収納の扉がゆっくり閉まってくれるのも嬉しいポイントの一つですね。下の段まで全て収納になっております。これならたくさん物が入りますね。食洗機も標準仕様となっております。いろんなコースがあって使いやすそうですね。こういったハンガーアイテムももともとついているので便利です。こちらにあるコンセントはコーヒーメーカーやミキサーを使用するときに使えますね。キッチンにも窓がついているので明るく使用することができます。シンクとコンロの間の作業スペースが広いのも嬉しいですね。コンロのごとくは簡単に外すことができるので、お掃除の時も便利です。そしてキッチンの隣にあるのはパントリー。買い溜めしたものをたくさん収納することができます。こちらはダイニングにあるカウンターです。ギャラリーシェルフには家族の写真を飾ったり、お子様の作品を飾ったりするのもいいですね。ちなみにこちらの壁の素材はエコカラットといって、湿度を調整したり匂いを吸収してくれたりする機能があります。
天井が高いのは映像でもちゃんと伝わってますでしょうか。弊社の天井は 2.7 メートルが標準です。それに伴って窓も大きく作っているのでたくさん日が取り込めますね。そしてこちらは電動シャッターです。大きい窓には標準で設置しております。吹き抜けがあるとより一層明るいお部屋になりますね。こちらは中2階のあるプランです。テレワークやお子様の勉強にももってこいの空間ですね。そしてその下はトランクルームとなっています。お子様のおもちゃなどはこちらに収納するといいと思います。それでは上に上がっていきましょう。カウンターの隣には棚がついているのでお子さんの教科書などをしまうこともできます。そしてコンセントもついているのでパソコン作業などもこちらで行っていただくことができます。12階からの景色はこんな感じです。そしてこちらが主寝室です。主寝室にはウォークインクローゼットをつけています。お洋服がたっぷり収納できますね。そしてこちら、室内干しができるワイヤーをつけています。奥に行くと見えてくるのがミセスコーナーです。こちらは寝る前にちょっと読書をしたり、朝奥様が化粧をしたりできるような空間になっています。こういった化粧柱もおしゃれですよね。実はこのカウンターも先ほどの吹き抜けにつながっています。続いてはバルコニー。バルコニーにも必ず水道をつけています。お布団を干す前にサッシを拭くときなどとっても便利ですね。こちらの物干しは高さを調整することができます。次は子供部屋です。部屋のクローゼットもとっても大きくて収納がたくさんできますね。ちなみに弊社のコンセントは3つ口が標準です。各お部屋に3箇所は必ず設置させていただいています。そして全ての扉はこうやってゆっくり閉まるように設計されています。換気の時もバタンと音がせず静かでいいですね。2階にももちろんお手洗いを設置しております。こちらでご案内は以上になります。いかがでしたでしょうか。こちらの物件をご見学されたい方はぜひ一度当社までお問い合わせください。お待ちしております。ありがとうございました。